はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ヴァンパイアサバイバーズ、とうとうアップデが来ました。とうとう。はい、新キャラ、新武器、新ステージ、で、ルーントレーサーの進化。はい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 。で、我々は喜んで撮りました。はい。データが消えました。はい。撮り直しということでね。2回目ですか?2回目です。うん。あれでももう1本撮ったよね。もう1本の方は、大丈夫だったんで、はい。だから不思議な感じになるよね。もう一歩の方は明日上がります。でも実もう明日上がるけど昨日撮ったやつ。で、ま、今日上がるやつ。今日上がってるやつは昨日撮ったやつの。あ、じゃあ今日撮ったの、今日の次。昨日が。はい。はい。って感じで。まあ一回やっちゃってるけど、まあ皆さんにこう紹介するっていう感じでね。新鮮な感じでいくか。新鮮な感じでやらせていただきますんでね。よろしくお願いします。じゃあまずは新キャラのご紹介。はいはい。ランバ。ランバ。ビアンカ。ランバ、ビアンカ。はい。ビアンカ、ランバ。ビアンカ、ランバ。ランバ、ビアンカ。どっちでもいいですけど、トロッコっていうアイテムを持ってます。武器ですね。え？ん？トロッコなんだ、それ。これトロッコですね。はい。いいよ、そんな、しらじらしくしなくていいよ。いや、でも、いや、トロッコ見えないからさ。あ、まあ確かにね、車輪だもんね。あ、車輪か。そうそうそう。で、まあ、モルタッチョとカバロとは同じかな。ステータスも能力も同じっていう感じですね。で、新ステージ、ガロータワーということで。はいはい、ガロータワー。ね、この新しいステージをやっていきたいんですけど、はいはい、まあ、我々一回ノーマルでクリアしちゃったんで、うん、まあじゃあ、今回ハイパーで、せめてハイパーにしとこうか。隣のハリーは見ないでください。後で紹介します。後で紹介します。明日紹介します。明日紹介しますんで、はい。よろしくお願いします。やっていきます。はい。はい、さあ、まずは、このキャラのトロッコのご案内ですかね。ちょっとお見せしましょう。出ろ。はい。おい。横に出て、あ、本当だ、跳ね返って、はい、帰ってくると、はい、これあれですよ、ハネムーンさんが初見でこのトロッコの使用をカンパしましたからね。ああ、あれ消えちゃったのか。どうしようか。天才的なあれだったのに、うん、あ、まあ、まあ、縦だからそんなまだいいんじゃない。そうなんですよ、ここの縦に進んでいくあれなんですよね。そうなんですよね、はい、じゃあハネムーンさんにこのトロッコの使用をちょっと説明していただきましょうか。いいだろう、多分な、はい、合ってる合ってる、絶対合ってる、はい、はい、ほれ、まあ、トロッコは、はい、このキャラの持ってる、はい、まあ、副車の数だけ、はいはいはい、はい、まあ、そのバウンド回数が増えるということでね。そうですね、はい、最初個数を取ってんのにトロッコの数が増えなかったんだよ。そう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 、なんでだっつって、で、そしたら、で、しかもこのキャラはさ、個数が増えるキャラじゃん。そう、なのにトロッコ意味ないねって言ったけど、うん、いや、そんなわけないと俺が見抜きました。見抜いて、そしたらその個数とバウンドの数が一致してると。一致してる、だから個数を上げれば残るという感じですね、はい、まあ、で今レベルが低くてあれなんですけど、はいはい、とても火力が高い武器なんですよね。最終的にはダメージ150とか出るんで、なるほど、ね、まあ、デススパイラルより上ぐらいな、はいはいはい、いい火力をしてますよ。いいね。どうしようかな。ブレイサー上にあるんだよね。あ、そうそう、このステージはちょっとマップをご紹介しましょう、はい、縦と下に続く、ステージですんで、縦と下、上と下な。上に、ブレイサー、下に、はいはい、スペルバインダーがあるんで、うん、っていう感じの、まあ、どっち狙っていくかねっていう、はい、はい、で、実はこの下のスペルバインダーのところに、まあ、秘密のアイテムがあって、うん、それを取得すると、うん、さっきちょっと見せましたハリーっていうモード、うん、ハイパーモードはもうみんな知ってると思うけど、はいはい、ハリーっていうモードが増えるんだ ね、 ね、はい、うん、それは明日上がります。明日紹介します、はい、で、おもむろに私アーマー取りますから、ここで。なんで、なんででしょうね。ありがとうございます、新鮮な反応をいただきまして、はいはい、ルーントレーサーの進化素材ということで。へえ、そうなんだ。そうなんですよ、うん、これ楽しみですね。いいね、はい、ホーレンを上げていきましょう。で、あ、そうだな、このステージギミック、まあ、なんかさっき、はいはい、あったよね、そう、ダメージ、ね、そう、ダメージ床っていうか、ちょうどおあつらい向きにありますね。おあつらい向き、おあつらい向きに、これちょっと罠踏んでみましょう。これ罠です、気をつけてください。罠踏むと、罠踏むとなんか3種類か2種類ぐらいあるのかな。ピコン出ました。あ、揺れる。あ、近づいてくるタイプの食材が来て爆発すると、はい、爆発する。で、近づかないタイプもあるんですよね。近づかないタイプもある、うん、で、俺らが近づくと爆発するっていう食材みたいなタイプも、そうですね、あって、あ、スペルバインダー下で取れるし、リロールする、うん、斧はね、ねえ、取りすぎ。斧取りすぎ問題な。斧取りすぎ問題ね。ああ、出ました、このほら、新しい敵キャラ行っちゃいましたけどね。ドラゴンみたいなやつな、うん、さあ、ロウソクも、なんだろうね、食材はなんか固まってますね、こっちに。ああ、すごいね、なんかいっぱい出る。
おうおう、こいつは顔に判定があるんだよな、体には。そう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 、ダメージは食らうか、うん、顔が青くなってるわ顔が止まってたね、うん、タイムストップされてたね。あ、まあじゃあトロッコを上げていこう。でまあ何を取りに行こうかな。上にフレイサー、下にスペルバインダーで、まあ、最初バインダーでしょ。そうだね、最初やった時は下にその秘密のアイテムがあったんだ、下に行ったんだけど、もう取っちゃったんでね。別にそうなんですよ、うん、行く必要もないけど、まあ、今取っちゃったシーンをこう右下にワイプでね置いてくれてると思うんですけど、いいですよそんぐらいだったら、はい、あの映像の方は残ってますんではい、はい、音声がねなくなっちゃっただけでね、うん、さあルントレの進化も楽しみですね。あ、ルントレ出したいね。ね、ルントレまだ来てないから、うん、ぜひともまあ進化見したいんだけど、どうなるんだろうねなんだよ。いや別にそう最初のうちに一回やったって話したから、そんないいですよ、そんな気使ってもらわなくて。いや新鮮な反応がうまいという。あ、なるほどなるほどなるほど。さあすごいのが来ましたよ。なんだこいつお前初めてでもこんな反応しねえよこんなやつに。あ、これ羽生えてるやん。羽生えてるね、うん、でもあれだね、もっと赤い骸骨にもかまってあげて。赤いじゃんそうなんですよ、赤いんですよいつもの骨が。ほんとだ、すごいことですよ。不思議、はい、不思議棒読みだったな不思議不思議さ出た、不思議さ出た、うん、出た、うん、あ、もう宝箱になっちゃってな、はい、行きましょう。まあでもハイパーやからな、言ってな。そうね、ハイパーですね。まあ今回カースは持ってきてないんですけど。あ、カースなし、カースなしの、はい、ハイパーでやらせていただきます。はい、さあ、まあトロッコでいいかな。そうね、ちょっと武器が、うん、武器そうだね、ルントレ来てほしいんだけどね。あー確かにルントレ来たいのか、うん、まあどうしよっか。トロッコ特化で行くんだったら、うん、あのロウソクでトロッコの大きさが大きくなったりするんですよね。副車も欲しいっすね。あ、そうだね、バウンドの回数増えるからね。だから副車とか、あとまあ上にあるけどブレイサーもし取れるのであれば、トロッコの速度が少し上がるんで、まあちょっといいかなっていうところで。さあ4分、お4分、あ、いいですね。右上になんかいるよ、右上になんかいる。右下だ、出た出た、トロッコ、オッケー、はい、これはあれですね、図書館の25分のチビキャラですね。そうね、こいつは逃げるんですよ、遠くに遠くに。ほうほうほう、で食らったね、うん、遠くに逃げて弾を撃ってくると、そういうやらしいキャラ。やらしいね。あ、殺す、絶対殺す、積年の恨みを、はいはいはい、積年の恨み、そんなにいつに何回殺す。ああ、副車来た。でこれでトロッコのバウンド回数が、そうですね、バウンドめっちゃ。あー、ビックリマーク来てる。このビックリマークはなんか外からの攻撃みたいな感じですかね。あ、外から来てるんだ。なんか隕石落ちてない？いや知らないよ。あー、ぽい、でもぽい今なんか、そう、あのね、ビックリマークが出てダメージ有価になるんだよね、一瞬。そう、なんか外から降ってきてる気がします。ちょっとよく見とこう。うん、罠もっかい踏んじゃうかな。いや、ソングオブ罠ほら、すえー、あ、インプ、インプなんだこれ。なんかそうっぽい。なるほどね。うん。でも弱いから美味しい。うん、美味しいね。うん。ここなんか罠踏みよく？じゃあ。なんか罠弱い。ああ、ごめん、先生、これマックスやっちゃった。ああ、で俺竜に引かれてるわ。ああ。さあ図書館の骸骨が遅くなってやってきてくれて。ここで出てくるんだ図書館の骸骨で。これは俺新鮮だ。覚えてなかったから。ああ。うん、やめろメタ発言。覚えてなかった。ああ、ここで出てくるんだ。初めて初めて。初めてではない。さあきついぞ。うん。あれ、そのまま出るときちょっと寄っちゃっていいんじゃないの？あ、そう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 、いいね、いいね、うん、ちょっと怖くて近づけないでいたけど、うん、あ、ルントレスありますよ。あ、来た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 、はい、あれ今なんか進化アイテムが書いてあった気がするけど。あ、まあまあまあ、なんででしょうね最初は見えないはずなんですけど、ね、ジラジラしいな、うん、ルントレ、ルントレ、あ、緑の指輪いいんじゃないですか。あ、指輪あげとけばよかったよ、ルントレ。もうそんなルントレにとらわれなくて大丈夫よ。すいません、うん、我々もう一回見てるんだからみんなは見てねえんだよみんなは見てねえんだよ。あ、じゃあハネムーンさん、あれですよ、ルントレの進化楽しみですけど、どういう風になると思います？いやー、ルントレが消えなくなる。あ、それ本当に初見で言ってた時だじゃん最初俺ら知らなくてどうなるだろうねっつって、ああああ、お前がルントレ消えなくなるっつって、消えなくなる、しかも出続ける。そう、それそれじゃあ俺のパソコン壊れちゃうねって話もしたんだよ。いや、せっかくだから同じ話しておこうかな、うん、ありがとうございます。大事でしょ、はい、いや、じゃあ、お楽しみに、果たしてどうなるのか。ね、どうなんだろうね、うん、本当にね。でも、あれ覚えてる。二人ともそんなに感動はなかった。知らない程度よ、そうしよう。なんかないかな。ルントレどうなるか。俺は、なんかルントレが、うん、言ってたっけ、なんか。なんか言ってた、あの、一本になっちゃうんじゃないっつって。え、言ってた？うん、言ってた。だから、副車とかが効果なくなっちゃうかもね、みたいな。
なこと言ってたけど全然記憶ない、うん、いやじゃあお前のいやお前のやつの方が面白かった。あ、そうなんだ、うん、お前の消えないが面白くて俺の一歩になるが霞んじゃったの、うん、先に行った、先に行った、あ、ごめん、じゃあマジ覚えてない俺が先に行った印象しかなかった今、まあ、お前後に行ったんだったら、あ、ごめん俺忘れちゃったなって思ったんだけど、うん、先に行ったんだ、うん、お前かぶせるようにお前の案を言われてでしかもお前のが面白かったってお前それで消したんじゃねえだろうな。いや違う俺が受けなかったから消したわけじゃない本当に本当に音声ファイル消えちゃった。それはやばいぞ、うん、はい、まあ、しょうがない、まあね、さあ7分で変なデビルが出てきましたね。俺いつまでここにいるんだろうな。あ、そろそろ下に、まあ、徐々に下がっていくか、うん、ちょっとなんか数も少ないしな。そうですね、うん、逃げるときに、はい、やりながらコウモリはちょっとやれるんで。そうだね、コウモリをやりつつ。あー、いいね、反射回数も増えていいですね。ここの狭いとことかになるとね、コウモリのなんか色違いみたいな出てきてるやん。ほんとだ、茶色いコウモリが出てきたね。おい、棒読みしょうがないよ知ってるんだもん茶色いコウモリじゃん、うん、茶色いコウモリは。でもテンション上がるよね、茶色いコウモリちなみに昨日そんな上がってなかったよ。あ、茶色いコウモリだ。あ、茶色だっつって、茶色だっつって、うん、そんぐらいだった。茶色だっつって、昨日お互い疲れてたのもある。今日ね、クソ、眠かったあ、俺は起きたてだったんだ。あ、そう、起きたてだったんだ、うん、だからすごかった。めちゃめちゃ眠かった。うん、あ、まあ、よかったね、よかった。逆にそう、うん、やり直せて嬉しい、うんうん。でも、新鮮な反応を見せられなくてごめんね。お、赤いゴーストだもうちょっとあるだろまあでもこの赤いゴーストもね、なんでもねえやなんか思い入れあるのかなと思って興味津々だったのにな俺。赤いゴースト何あるんだろうと思って。いやー、まあいろんなとこに出てくるよねと思って。あ、まあ、今まで何色がいたっけ。青しかいなかった今まで。青だけ、うん、今まで青しかいなかった。森とかにね、森とか、あの、図書館にも出てきたかな。まだもう、まあ、欲しいのないね。それでいいか。でも赤くなったのは初めてね。だから骸骨とかも赤くなってこの骸骨、この骸骨は何、いなくね、初じゃね実は。あ、このちっちゃい骸骨か。うん、初だよね確かに。図書館にいたのでかいやつ違う。いや、なんか緑のちっちゃいやつがいるんだけど、それとは別かな。緑のちっちゃいやつ、うん、あ、初めてかもしんない。緑のちっちゃいやつ、森戸時これではなくて、うん、なんかウイルスと見せかけてもうちょっとワンサイズ小さいやつがいるんだ実は。なるほど。それかなと思ってたんだけど、もしかしたら新規のグラフィックかもしんない。そんなに気が付いてないことあるかな。マジか、うん、あんま見ないからな。そうね、うん。あ、ゴーストうまい、罠踏んじゃお。あ、出た出た、動かないタイプの食材、うん、やったっアイテムだっていくと爆発する、爆発する。あ、でも罠踏んどいてアイテムだって思うやついねえだろ。まあね、あ、でもちょっと辛い敵が出てきたな、ね、上下にちょっと9分ラッシュっすね。あ、まあ最初でいいしょ。そうだね、ちょっと9分ラッシュ、9分ラッシュ、上下にすごい来てるよ。まあ、上下っていうのが新鮮だよね。そうだね、う図書館の、まあ、上下バージョンっていう感じだな。ちょうど言ってたんだよ、昨日上がったやつで、うん、次のステージ盾が来るだろうねみたいな話をしてて、うん、そしたらこれよ。まあまあ予想通りというわけですね。予想通りということで、じゃあ次はこの次のステージ、うん、斜めだろうな。いや、狭い。あ、めちゃくちゃ狭い。狭い。あと昨日の動画で言ってたお前の案、はいはいはい、覚えてるか分かんないけど、うん、もう一つすごい面白いの言ってたんだよ。落とし穴、落とし穴じゃなくて、ろうそく。あー、ろうそく。なんでフレイサー取っちゃうね、すぐに。フレイサー取ってないよ、君。しない。今何取った、ルーントレーサー。わかんないけど、武器取った。ルーントレーサーかもしんない。なんかもうルントレ早く進化させたくてしょうがない。いやー、フレイサー上にあるんだよな。そう、やめとこう。アーマー。じゃあアーマーで。オッケー。で、何？いや、お前が言ってたステージの空白の空白だ。何言ってた？迷路。天才じゃん改めて、天才じゃん。改めて自分の発想は素晴らしかったと。過去の俺天才じゃん。いや、それは迷路はマジで面白そうだと思った。うん、迷路はね、うん、あのバック・フォー・ブラッドのステージからちょっと着想を得ました、ね。ああ、なるほど、はい。いいんじゃないですか。で、10分でハーピーのボスが出てますね。ハーピーなんて出てたか。ハーピー出てたよ。気がつかなかった。さあ、宝箱、これでまあ条件が整ってれば進化するんだけど、まあルントレも全然足りないし。じゃあ下に取りに行って帰りがけに。ああ、そうしましょうか。そうしましょうか。いいんじゃない。うん、今こいつら弱えからさ。弱えしな。こいつら何、インプだと思うんだ。ルーントレーサー、ホローハート、クローバー。いらないな。ルーントレーサーでいいな。なんか武器困っちゃうね。まあ武器というか、まあ早くロウソクを取りたい気持ちはあるよ。ロウソク取ってトロッコも大きくしたいしな。気持ち
早くトレイさんの進化をみんなに見したいんだ。そうなんだよ、うん、でもどうしよう、ソングオンマナが強えわな、この、うん、このマップでソングオンマナ強えな。本当にソングオンマナ終わってると思う。マジで強えな、このマップのソングオンマナ。図書館の日じゃねえよ。本当に強い。上下、あ、ありましたね。これが一応、あ、まだ続くのか。何が下、下続くみたいですね。続きますね、はい、どうしよう、スペルバインダー、まあ、ね、おー、なんか変なエビのみたいなの出てきた、ね、え、11分、なんだこいつ。11分のエビのラッシュですね。初めて見た。シュリンプラッシュですね、これね。エビお前嫌いなんだよな。嫌い、本当に嫌い、うん、そういう話をしてたわ。そう、味は好きなんだけどね。美味しいよね。美味しい、マジで美味しい。エビフライは尻尾は残すタイプですか？残します。あー、俺も同じよ。うん、たまにバリバリ食うやついるけどな。まあ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 、まあ、別に人それぞれだと思いますよ。あー、ルントレでいいですか？あー、7個目のアイテムにしたいけど、ちょっと上で戦おうぜ。こう取っちゃ、取っちゃったりとか、その経験値的な感じで、うん、おー、強いね。ここがな、ちょっと強くね、敵。敵ちょっと強いね。うん、なんかやっぱどのステージもさ、11分ってさ、大変だよね。うん、森の11分骨もそうだし、酪農の11分も骨か、緑骨。緑骨だし。もうそうだし、やっぱ11分。ここも骨よ。ほんとだ。骨しか。11分もしかして全部骨か。あ、なるほど。11分、骨か。骨骨ラッシュ？そういうことか。いや、さ、ちょっと冷静になっちゃった。うん、どこで戦おうかな。これ、トロッコ。10引き寄せ。別にこのマップ引き寄せって感じじゃないよな。そうね。アーマーでいいな。でもそうすれば他取るもんなんだいってなっちゃうんだよな。まあロウソクはもちろん、うん、さっきね、俺が取り逃して申し訳ないなって気ではあるんだけど、ずっと言ってやろうと思って。あ、来た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 、魔界村が来た。出た魔界村。こう覚えてる、このこ の, 竜, 竜の背中に乗ってさ。さすがに覚えてるよ。そう、うん、これをそれを思い出したんだよね。まあまあわかるよ、わかるよ、魔界村ね。やったよな、魔界村な。また宝箱出ちゃったよ。あ、ロウソクじゃん。あ、よかったよかった。オッケー、これで言われずに済む。うん、で、あとルントレレベル1でルントレが進化するから、みんなお待たせな、ルントレやっと進化するぞ。ルントレの進化楽しみにしてくれよ。どうなるのか、果たして消えなくなるのか、一本になるのか。もともとでもルントレが強いからさ、どうなっちゃうんだろうねっていう期待があったんだよな。いやー、もういかれると思うよ。いかれると、本当にルントレ、あの大きさが5倍になる。あー、うん、いいっすね。出る数が10倍になる。あー、うん、で消えなくてな、消えない。あ、エイプリルフールは終わったぜ。待てよ、フレイサー。あー、ごめん、ロ、あれ取っちゃった。そろそろスペルバインダーを取って移動したくねっていう気持ち。あー、確かに。何取ろうね、でもな。ほう、そうなんだよ、何取るかなんだよね。あー、はめ殺し。はめ殺して宝箱3つ目。3つ目な、3つ目の宝箱な。早くルントル上げたいぜ。今んとこ孫悟マナか、スカルか。あ、よかった。あ、ルントル上がるね。オッケーオッケーオッケー、うちいいよ、別に。ルントレ聖水いいんじゃない。聖水取るか。あ、聖水取ろう。聖水取って、じゃあルントレ進化させようか。まあまあ、聖水、うん、聖水いいんじゃないですか。聖水で、うん、まあ、じゃあとりあえずルントレさんの進化、皆さん活目せよ。お待たせしました、ノーフューチャー。名前がいいよ、ノーフューチャー。エクスプロース、未来はない。バウンシング、はい、跳ね返るたびに爆発と、はい、ウェーイ、始まりました。普通のルーントレーサーなんだけど、ちょっと見た目が変わって跳ね返るたびにその爆発を起こすってい う, そう感じですね。で、うん、まあ多分だけどかなりぶち壊れですね。そうね、やっぱ実はそもそもが強いんだよ。そう、めちゃめちゃ地味なんだよね、うん、地味だから出た瞬間にえってなったんだけど、うん、ぶち壊れですね。ぶち壊れです。あー、ムチ取ってホローハート速攻探して、ムチ取ります。ムチ取るか。いいっすよ。おー、ホローハート来たじゃん。速攻でな。じゃあこれでもうスペルバインダー取れるわ。じゃあこれで上のプレイスター目指そう。よしよしよし。で、宝箱回収しながらな。右右右右、引き寄せもあるね。進化しないで夢は取ってっか、どうせ上。オーケー、取ってこ、取ってこ。と、進化した。ああ、ああ、ショーが進化した。進化するやん。はい、なんでも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 。行きましょう行きましょう。ゴーゴーゴー。まあ、跳ね返るたびに爆発するということで、まあ、綺麗だねってことで。あの紙ビルドな、そう、紙ビルドにぴったりだねっつって、うん、すごかったよ俺あの時、うん、お互い同時に言ったから、ね、綺麗ってことはさって俺言ったら、お前が、うん、ああ紙ビルドだって言って意味わかんなかったもん。なんで通したのみたいな。怖かった。あったな、紙ビルド。紙ビルド、でもやっぱいつかやりたいと思ってる。紙ビルド、ね、キラキラ構成、キラキラ、キラキラ紙ビルドね、うんうん、なんかこれもあったら綺麗ですみたいなわけわかんないコメントもあって、何言ってんだろうと思いながら、でも確かにうちらが言ってることなんだな。今回の紙ビルドにこれちょっとトロッコは入らないですね。そうなんですよね、ちょっとダサいっすね。そう、だってトロッコ新武器じゃん、もっと触れたいじゃん、うん、うおすげーみたいな、うん、触れたくないもん。そうなんだよね、なんかね、トロッコかーっていうところあるよね。もっとあったよな、うん、
何この文句、よくないよくないやめようやめよう、だからこう出た、いいんだよ、まあ、トロッコでもね、なんかね、なんかね、左右にね来るのはいいから、なんかもっと、うん、そう、左右のギミックはとても良かった、だから、うん、トロッコじゃなくてそうなんか例えば竜がね左右にこう、あードラゴンいいじゃん、ドラゴンがね左右にこう出ますとかね、はい、トロッコだからな、あまあまあこういう武器って感じでね、桜爆弾骨みたいな感じでしょう、だから他のキャラでやっててもこう、うん、トロッコが出ることになるんだろうね、うん、そうね、うん、それもちょっと楽しみだね、うんうん、あでも強いからねトロッコね、うん、ルントレーサー強すぎじゃない、ルントレーサー強いトロッコだって何もないとこ走ってるだけだから、うん、そうなんだね、あこハイパーだね一応ね、一応ハイパーですね、一応ハイパーだね、あ言ってうん結構ダメージや食らうね、あれはじゃああのギミックはちょっと気をつけなきゃいけないですね、ダメージを気をつけていただいて、はい、あーだってこのドラ、何左右に入れてるこの骨のドラゴンみたいなやつだって端っこまでいけないもんねルントレーサーに引き殺されちゃってるからな、だって今この何誰だこれ、ハーピーみたいなラッシュになってるけどさ、うん、なんか画面に来ないもん、こっちに、そして下高箱逃してるね、あー下に行っちゃった、あどんぐらい、どうしよっか、ちょっと地図見てみようか、遠いな、あーじゃあ上行くわ、いいよ、上行こう、はい、宝箱逃しビルド、全フリーゼの皆さん、はい、いや今回も宝箱逃しビルドなんで、 そこはもう宝箱逃しビルドね、我慢していただきたい、我慢していただいて、さあ肉は見逃さない、肉は肉ほんと好きだね、肉は好き、あやっぱ肉好きだなって思ってるよ、うん、うん、リアルでも肉は好き、嘘つけ、ほんとほんとお前肉好きじゃねえだろ好きだよあのね、まあ焼肉いかねえ、焼肉は嫌い、焼肉何がちゃう、しゃぶしゃぶが好き、あしゃぶしゃぶ好きなの、しゃぶしゃぶ大好き、あしゃぶしゃぶ、おい、2日なんで焼肉と、焼肉としゃぶしゃぶの違いは何、しゃぶしゃぶするか焼き焼きするか、いや知ってるよ、うん、そうじゃねえんだよ、なんかなんつうのホルモンとかがダメなのよ、うん、ホルモン食わなきゃええやんなんかね全部ダメ、あそう、うん、全部ダメなんかそういう話をするとさ、はい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 、お前は本当にうまい焼肉を食ったことないだけだよって言われてさ、ちょっと偉い人に、あの結構焼肉屋連れてかれるんだけど、もう例外なくまずいんで、うん、マジでわかんないな、だからまあ好み、そりゃ好みだよ、いやまあ好みだろうけど、うん、えファミレスみたいなもんじゃない、なんでもいいじゃん、焼肉屋が、えうん、なんでもいいじゃん、なんでも食べればいいじゃんって感じじゃない、でも、うん、根本は変わらないじゃん、ね、肉じゃん、うん、ミラノ風ドリアがあればなんかパフェがあるだったらわかるけど、肉おは肉おは肉じゃん、なるほどね、うん、さあ、まあ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 、でも、まあ、あれが好き、タン、あ牛タンね、うん、タン大好き、もうタン食ってればいいね、うん、タンひたすら食ってる、いや、いいと思いますよ、うん、はい、よろしくお願いします、なバンパイサバの話しようか、そうだね、バンパイサバの話しようか、さっきバンでちょっと言ったんだけど、あ、取っちゃった、あ、ゲットゲットということでね、じゃあ目的達成ということで、そうですね、はい、さあ、17分で、あ、もしかしてこれ魔の18分ですか、18分の…魔の18分ですか、18分なんかあったっけ、何も話すことがなくなるという18分ですか、あーそういうことね強くなりすぎちゃって、そういやだってもう今すでに話すことあんまりないよ、そうだってここ3分ぐらい焼肉の話してたからね、うん、申し訳ないけどバンサバ新パッチ来たよっつってねえ新しいトロッコ無視してルーントレーサーの進化無視して焼肉の話してんだよ、おしまいだよもういいじゃん、だって強いんだもん、まあね、それぐらい強いっていうことを、うん、焼肉の話ができるぐらい強い、これもうサムネでしょ、確かに、うん、誰が見るんだろう、ね、誰も見てくんない、ほらよく見てトロッコもね、ほらいやいやめちゃめちゃ強いよ、だって副射で増えてるんでしょ、そう、しかもこいつは抹射物であと1か、あと1レベルが上がれば、そうそう増えるから初期の副射と合わせて1、2、3、4、5、6、7回反射できるか、すごいよね、だとしたらもうずっといるじゃん、空白の書取ってるから、そう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 、あ、なんか出てきた、なにこれ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 これは、え、こんなのいた、お前曰く、いるらしい、俺はいないって言ったの、え、今の右の騎士、右の騎士、俺は見たことがないって言ったの、そしたらお前は絶対いる、この話した絶対いるって言ってた、え、俺が絶対いるって言ってたのは、うん、あの空に浮かんでるスカルガイコツの話だよ、あ、そうだったの、じゃああれか、お互いあれが違ったんだ、じゃあ違う、あ、これ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 、あ、これのこと言ってたんだ、浮いてるじゃん、え、俺そいつ今初めて見た、あ、ほんと、俺はずっとこれ、どれこいつと思って、ずっとこれに対して言ってたのよ、うん、これさ、新しいやつだよねって言ったら、ほら、上にほら浮いてんじゃん、ガイコツが、あ、
こっちのこと言ってたの。これの話してたの。なんでボスの方がでっかいんだからボスの話してよ、その時。あ、見えてなかった。ボス今俺初めて見たんだって。へぇー。あ、よかった。俺絶対初めてのグラフィックだと思ってたから、いるよっつって、絶対いるっつってたんだけど、そもそも見てるものが違ったんだ。ああじゃあ納得だ、解決したね、よかった、いや俺も何言ってんだろうお互い何言ってんだろうだったんだね。そうそう、だから騎士だから、はい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 、まあ酪農にいるのかなって言ってたら、いや森だみたいなことも言ってて、森にこんなのがあってどこだっけな、うん、どっかにこの空飛ぶ骸骨はねいたんですよ。空飛ぶ骸骨はそうだね、どこに森だと思う。森か、うん、ああなるほど、本当に見てるものが違ったんだな。そうなんだ。あ、見て見て、トロッコでっかくなったよ。本当だ、誰も引かれないんだけどね。あでやっぱ反射回数も多いから、もう壊れる前に次のが出るようになったと。敵は来ない、ルントレーサーが全部やっちゃってる。画面外でルントレーサーの爆発でやられちゃってるから。壊れちゃったね、ルントレーサー。壊れちゃった。あのトロッコもとても強いので、ぜひともダメージを見ていただきたいんですけど。だってね、あの、無知空を空を切ってるけどね。あ、もうちょっとグルグルしてるし、みんなにトロッコのダメージ見したいな。ちょっと待って、トロッコ、あ、無理ですね無理無理無理、ちょっと待つしかない。別にここにいよ。あ、ボスを待とうか。そう、ね、20分にボスが出てくるはずだから。そうですね、下行って。無理っすね、これもう。あの敵画面内に来ることができないんであの、なんだろう、あれするしかない。あのルントレーサーオフにするしかない。あ、今クローバー取ったね。クローバー取った。運が高くなりました、はい、でもほら70ダメージとかルントレーサーが通るときにほら70ダメージとかが出てるんだよね。そうね、でも下の方でしょ。下にゴシ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 。おっ、トロコ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 、ほら175。よく見えたね今ね。うん、すごいいいダメージでしょ。なんとか避けて、ようやくトロッコのところにたどり着いてくれたゴーストが。あ、139見えた、175見えた。いい火力だよね。うん、いい火力。いらないんだけどね。いらないんだけど。お、なんかボスがスタックしてる。何してんだろうこのボス。何してんだろう。あ、宝箱置いてった。ああ、終わっちゃった。なんか挟まってたんだろうな。え、これハイパー？これハイパーです。ハイパー。もうコアスカース 50% でよかったんじゃないのこれ。あ、カースつけてきてもよかったかもしれないね。まあまあやっぱね。まあ、初めてだからね。分かんないからね。そう、昨日はあれでやってたんだよね。カースつけてノーマルでやってたんだけど。うん、いや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 、え、またな。いやーすごいなー。でもここはあれですね、やっぱ25分が見ものですかね。ちょっと面白いボスがいるじゃないですか。覚えてないですか？なんだっけ、25分にちょっと面白いボスが出てくるんだよ。なんか覚えてないから楽しみだな。あ、本当？つい24時間前のことなんだけど。あー、わかったびっくりした俺もびっくりしちゃった。そう、ちょっと面白いよねあのボスね。よく忘れたな俺ねえ結構面白いね。結構面白い。あ、そこら辺も楽しみ に、ね、楽しみに。あ、ちょっと硬くなってきたね。硬い騎士が。あ、罠を踏みましたね。罠も発動させて。はい、でも関係ないと。さあ近づかないと爆発しないタイプ。あ、ルーントレーサーがやっちゃってるわ。やってるますね。ルーントレーサーやるとこいつらあれです、経験値になりますね。あ、じゃあここで待ってよ、常に罠を発動させよう、はい、あ、いいね。うん、そうなるのか、常に罠発動になるのか。じゃあ離れた方がいいかな。定期的に踏んだ方がいいかな。違うか。少しやっぱあのクールタイムあると思うんだよね、罠のクールタイムは。画面外。あ、画面外も可能性あるな。じゃあまたしばらくしたら来よう。うん、そこまでして罠発動させる意味もないんだけど、うん、いやでも綺麗だな本当に。ソングオーマナとこのルーントレーサーの進化重なると綺麗だね。うん、トロッコ邪魔だな。本当に邪魔なんだトロッコ、うん、どんだけトロッコに見た目が良くない。まあでもトロッコビルドしような。トロッコと一緒に駆け抜けていくな。ああ、明日やってますねそれね。明日の動画でそれやってますね。ああ、まあでも完璧じゃないでしょ。ああ、完璧ではない。パーフェクト。明日の動画でそれやってますね。やばくね。そう、明日上がる動画は昨日撮ったやつ。パワーワールドって今明日の動画でそれやってますね。すごい未来だね。そう、ああ、明日の方がなんなら新鮮かもしれない。絶対今ねこれね、時間 何分何秒ケソポテト未来予知って誰かコメントしてるわ。死ねえよそんなの。いや、お前が言ったことにより、ああ、まあ、そういうコメントをつくかもね。ああ、なるほどね。あ、で、あと一応目標としてこいつがレベル100になるとリロール増えるんだよね。ああ、ちょっと怪しいな今。そうだね、このままじゃいかない感じはあるよね。引き寄せを引かないといけないどっかで。ああ、確かに引き寄せか、うん、どっかに赤いやつあるはずなんだよな多分。固まってるのかな。うん、いや、てかトラップ床がちょっと怖え。あ、本当に外から来てるね。そうだよね。うん、ああ、外から飛んできてるわ。ね、まあお前の言ってた落とし穴近いんじゃないこれ。
いや俺の言ってた落とし穴落ちたら即死それで終わり。いやなんかその、うん、結構いろんなゲームをやってて、うん、やっぱ面白いのが、うん、そのなんていうのかな、普段干渉してこない部分に干渉してくるゲームが好きなの。はいはいはい、はい、セーブデータ消えるとかね。やめとけやめとけお前、それここカットだぞさすがに。まあまあ P 音が入ってるかもしれないね、もしかしたらね。あーバーというか、うん、まあそういうのは好きで、だから我々の動画見てくださってる人はさ、あのインスクリプション、うん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 、あれのロボットのところのさ、はい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 、あれの好きなのよ。おあれはでも冷や汗だったよ。急にパソコンの中身見られるからね。ねえ、お前のエッチな動画前が、ね、危なかったよ。紙一重だったね。タイトルとか載ってたらもう悲劇だからね。危なかったね。まあモザイクリレー回避はできたんでしょうけどね。これかみたいな、うん、隣にいるお前に見られるのもちょっと嫌だったもんね。おっとみたいな、うん、俺も嫌だ。なんか変な空気になっちゃうよね。さすがになるわ、うん、まあ気になる方はインスクリプションぜひともね、あの見てください。ここでインスクリプションの宣伝が入りますか。お前がナイスパスをしてくれたから。いやさすがに、あのゲームはでも面白かったよ。マジで神ゲー、うん、本当に。なのであの、うん、この動画の最後にね、あの再生リスト置いときますんで、インスクリプションインスクリプション置いときますんで、そういう宣伝の仕方していく。そうだよ。お、いいね、来たよ。お、あの何これ、カメラ目線カメラ目線キメラ、はい、キマイラキマイラ、そう、あーそうだ、キメラとキマイラ揉めてたね昨日ね。揉めてるって揉めてはないけど、まあ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 、どっちなんだろうね。どっちなんだろうっつって、でなんでこいつは常にカメラ目線なんだろう。カメラ目線キマイラね。あんまよく見してえのにさ、うん、そうなんだ、死んじゃうからちょっと死んじゃうからな。突っ込んでみるか。当たってみよう、当たってみよう。当たれないねやっぱね。あー関係ねえや、死んでいくわ。当たれねえな、死んでいくわ。カメラ目線なんですよこのキメラ、かわいい。よく見てよく見てみんな、今がチャンス、今がチャンス。ほら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 、常に光ってるから分かりづれ。ほら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 、でかいの出てくるべ、そこで見せよう。オーケー。まあでも次22秒後に出てくるのは25分のあいつですよ。ああはいはい、あいつね、はい、楽しみですね、はいはい、今また忘れてたわ。じゃあせっかくなんで広いところでお見せしましょうか。さあ来るぞ。このボスは面白いと思う、ね、本当に。ただ見づら、うん、画面。そうだね、ピカ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 見づらマジで。出てくるか、光りすぎだろ。出てくるか。さあ来るぞ。来るか。はい、タワーといえば来た。今俺の携帯ピーンってタワーといえばピーンってなったね。カニですね。カニですね。こう手がでっかくなるカニなんですよね。そう、攻撃が食らうたびに手がで肥大化するっていう。そうですね。でこのこう手にも攻撃判定があるんだよね。そうね、だから、うん、当たると当たるとこう痛ぇってなっちゃうんで。1個いいっすか。はい、片手どこ行った。片手なくなっちゃった ね昨日2本あったよね。昨日2本。これもしかしてあ れ、うん、あれ復活する前に俺が壊しちゃってるから、あの1個出ないんじゃない。だからちょっと離れてあげれば2個出るんじゃないかな。宝箱に飲みましたかね。あ、死んじゃった。そうだね。あ、死んじゃった。いたいたいた、引っかかってる。こいつ手が大きすぎて引っかかってる。あ、なんかとんでもない。なんだ。あ、でも死んだね。あ、でも死んだ。あ、これ宝箱。そうじゃない。じゃあドンブラコ宝箱、これいくよ。はい、ドンブラ、はい、取れた。そうなんですよ、あの手が本当は2つあって、で2つの手が攻撃を当たるたびに肥大化してって、うん、画面が狭くなってくるから面白いね、面白いって感じだったんだけど、横着されたね。今日は片手だけでいいかなっつって、まあ、バグったバグったかなんか。もしかとんでもない火力でやっちゃったのか。あと3ですよ。あと3レベルで100か。なんだこいつ、初めて見た。お前これ進撃の巨人っつってて、これそうだね。俺見てないからあんまよくわかんないんだよね。まあ進撃の巨人感ある。ああ、進撃の巨人感ある。だって骨飛び出ちゃってんじゃん肩から。うん、進撃の巨人感ある。何回言うの。俺なんかゴーレムっぽいなって思ったんだよね。でも飛び出ちゃってんじゃん。ああまあまあ飛び出てはいるけど、ぐちゃぐちゃしてる感じ、うん、ゴーレムグロいよな。まあそうだね、グロいね、ぐちょぐちょ感。バンサバの敵キャラ全部グロい。あの骨の竜のやつも気持ち悪いし、骨のエビのやつも気持ち悪いし。まあまああんま気持ちいい敵出てきてもな。まあ殺しづらくなるよ、ね。うん、結構なんもない。あと2レベルで行くぜ俺が。まあさすがに行くっしょこれ。もう携帯ティーンってなりすぎなんだけど。ちょっと待ってね、今携帯の通知を切りました、はい、失礼しました。はい、普段通知なんて来ないのにね。なんかね、迷惑メールがすごいですよ本当に。 ありがたいですね、すごいね、うん、何前話したっけ、あのさ、ああちょっと前にさ、迷惑メールちょっと流行りの迷惑メールがあったじゃん。はいはいはい、はい、JR だっけ、エキネット、エキネットのなんかその
サービスのどのこのみたいなやつがあって、はい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 、でなんか実は去年ぐらいにエキネットから公式なのにスパムっぽいメールっていうのが届いたらしい。なんかそのあの公式なのに、そう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 、あの何年間利用のない方 の、はいはいはい、の利用をなんか確認するので、はいはい、地球あの確認してくださいみたいな、はいはいはい、そのスパムっぽい公式のが届いたんだけど、はいはい、それを利用してそれの本当のスパムが最近利用されちゃったんだ。そうそう、エキネットのやつが流行って、うん、その流行ってる時に俺エキネット10通ぐらい来たんだ、うん、それはエキネットにも責任があるよ ね、 そうね、スパムっぽさを出してしまったから そこにつけ込まれてしまったわけだろう。こちらがスパムっぽい本物のメール、こちらが本物のスパムのメールみたいな感じで紹介されてましたね。そうあった、来なかったエキネット。俺来なかった、なんか変な人妻からしか来ない。あー人妻系ね、人妻系の迷惑メールね、うん、あとね、うん、橋本環奈から来る。あー橋本環奈ね、うん、嵐とか来ない。嵐来ない、うん、環奈ちゃんが、うん、あのやっぱ忙しい中で友達が欲しいからって、うん、あーはい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 、うん、あー俺あれだったな、なんかジュンみたいな。ジュン、そう、松潤。あー、松潤、はいはい、多分なんか間違えた体で来るんだろう。あーはいはいはい、今日夜暇みたいな。松潤への間違いメールがお前に届くんだ。暇じゃないっす。いやでも迷惑メール面白いよな。面白い。何の話してるんだろうな。あと1分半ですね。はい、盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりましたね。だって暇なんだもん。だって何も言うことねえよ。そうね、ちょっと簡単すぎた。この画面何か言うことある。いや簡単すぎた。それは焼肉と迷惑メールの話しかしねえよ。そうだよ、うん、まあでも言うことは逆も言ったしね。言うことは言った。トロッコの説明もしたし、うん、まあ、トロ別に案件じゃねえと言わなくてもいいんだ別に。そこはルントレも進化させたし。確かに、うん、ルントレやっぱさ空白の書とさ、うん、このスペルバインダーとさ、スペルバインダーの効果受けてんのかね。あ、ルントレは長くなってるから、スペルバインダーの効果で、うん、効果が長くなってるから、で長くなってるってことは跳ね返る回数が増えてるから爆発の回数が増えてるはず。そうだよね、うん、ってことは強い、うん、すげえ強いもんだって画面内ピッ、ね、全然来ないもん。先生踏んでもらえない、悲しいよ ね、うん、来たよ流しゾーン、流しそうめんゾーン。流しそうめんゾーンね、うん、いやだって流しそうめん死んでくもん。流しそうめん、流しそうめんもエビフライもよ。これトロッコ大丈夫か、ダメージ心配だよ。僕は全部ルントレーサーに持ってかれてる気がするこれ。うん、全部ルントレーサーに持ってかれてるね。あールントレ強えなー。これもっと敵に来てほしかったぜ。 やばいねこれはね、うん、カースマックスよかったねこれね。そうですね、うん、まあまあ分かんないからな、初めてな、ね、まあ初めてのハイパー、もしかしたらこのエビフライが超強かったかもしんねえし、うん、まあでも俺の知見を得たな。まあ、次からカースでやろうな。はい、というわけであと3秒でございます。はい、レベルも100超えたんでこれでリロールももらいましたね。はい、ああ死神もいて、でさらにこのステージはなんかあのびっくりマークのレイみたいなやつをペペペペペ打たれると、はい、ちょっと走ってみましょうか。走ってみましょうか。ああ、はい、はい、死神もうっすら映ってますね。そうですね、はい、確定で殺してくるね。ね、はい、はい、ということで No Future No Future、6.6M、 はい、はい、打たれてますね。はい、トロッコトロッコだってトロッコのダメージ、あの時間ごとのダメージ161ダメージかわいそうなトロッコ。強いんすよ。すぎる。とても強いんです。でもそれ以上に強いのがいるからいけなかった。ノーフューチャー強いね。まあしょうがないっすね。こればっかはね。ノーフューチャーが強すぎました。まあまあまあ、はい。はい。で、アンロック。アンロックということで。そうですね。3回までいろいろできますね。はい。ありがたいですね。で、それと同時に、本当だったら、隠しアイテムがありまして、そのアイテムを取ると、うん、あの、ステージで、ハイパー以外にハリーっていう ね、はい、これが出るようになりましたと、はい、でこれを、うん、はい、やってる動画を明日出します。でもこれ撮ったのは昨日ですっていう感じですけど、はい、まあ、はい、ハリーの動画かどうかちょっと分かんないけどね。あ、とても面白かったよ。みんなは気づくかなっていうところで、そうね、うん、ちょっと楽しみですね。いや、まあハリーの動画かどうかは分かんない、うん、まだ分かんない、まだ分かんないですけど、うん、ハリーの動画のつもり、はい、ということで、はい、じゃあ明日もお楽しみにということで、はい、今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。